宋の谷古墳群賞の谷古墳群の1賞の谷古墳群は愛媛県今治市にある古墳群。史跡指定はされていない。愛媛県北部今治市街地から北方の独立給料場に分布する古墳群である。1号墳、2号墳を中心に10基以上が認められる。1966年の造成の際に1号墳が破壊寸前で発見されたことを契機とし、 これまで1966.1967年に発掘調査が実施されている。古墳群のうち1号墳、2号墳は名主墳とされ、それぞれ古墳時代中期の4世紀末頃、5世紀前半頃の築造と推定され、特に1号墳は愛媛県で最大規模の古墳になる。来島海峡を控える、その立地からその被奏者が、 瀬戸内海の要所を抑えた様子が示唆される。なお周辺では1号墳、2号墳の海の母君として、僧の谷古墳群杉谷西軍の築造も認められている。1号墳墳球左手前に公園部、右奥に前方部。僧の谷1号墳は丘陵頂上に位置する古墳群の主墳。形状は前方公園墳。墳球は2段築成。 噴球長は82メートルを測るが、これは愛媛県では最大規模になる。噴球表面では、吹き石のほか、円筒派庭辺、浅顔形派庭辺、山月、金谷市が検出されている。主体部の埋葬施設は縦穴式石室で内部に木管が据えられたとみられる。石室は噴球主軸に並行し、規模は長さ7.1メートル。 1> 幅1.08メートルで、奇跡安山岩の遺体死の小口積みによる。ただし、調査時点ではすでに天井石は失われ、側壁も崩れた状態であった。この石室内部からは、同郷に、鉄剣4、鉄自家島3、通ス4、鉄府2、槍ガンナに等が出土している。この1号墳は、古墳時代中期の4世紀末頃の築造と、推定される。古墳の規模は次の通り。 二号墳墳球左手前に前方部、右奥に公園部。層の谷二号墳は一号墳の北方に位置する。形状は前方公園墳。墳球主軸は一号墳と異なる方角とし、規模は一号墳に劣る。調査は実施されておらず詳細は不明であるが、古墳時代中期の五世紀前半頃の築造と推定され、被装者は一号墳に続く有力者と見られている。 古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。